皆さんこんにちは、食べて痩せる人です。今回はトレーニングの様子を撮影していきたいと思います。ボディメイクの大会に出ようと思って減量しているんですけど、筋肉トレーニング必要かと思って最近はトレーニングをしっかりするようになりました。40代に近づいてお医者さんから肥満と診断される、そんな感じのね体型でした。1年ぐらいかけてダイエットしたんですけど、30代で子育て中でお医者さんから痩せなさいって言われた人に希望を与えられるように体作りしていきたいと思います。女性の人もダイエットの参考になればと思って動画は撮っております。それでは筋トレに行きましょう。ジムに向かうまでに40分ぐらい歩いてるんですけど、これがね脂肪を燃やす効果があるらしいんで、緑茶のねカフェインは脂肪を燃やす効果が高いらしいので 0.1g でも脂肪を燃やしたいんで、サプリとかねこういう飲み物もちょっと気をつけて取っていってます。もうすぐジム着くんでお茶飲んでいきたいと思います。まだねな、腹筋がパリッとしてこないですね。縦割れが出てきましたね。ということで本日の筋トレは以上になります。筋トレはねまだあんまり得意じゃない部分が多いので、こういう風にやったらフォームが綺麗になるよとかあればぜひコメント欄でご指導ください。30代40代になっても変われると思うので、一緒に頑張りたいと思う人がチャンネル登録、高評価、コメントなんかいただけたら非常に嬉しいです。まだいろんなことにチャレンジできるんだなと思って最近は過ごしております。それではまた次の動画で。